チャオ、あっちゃんです。今日9月の7日、あっちゃん家の晩ご飯、サンマ焼きたいと思います。強火で、いい感じに焼けたかな。チンペーパーの上で焼いたら綺麗に焼けるよって、はい、できました。サンマを焼いたん、生サンマ焼いたんと、もやしとか、いろいろのお野菜焼いたとんぺ焼きのようなもの、サンマにかけるあれ、すだちと大根おろしで、たくあん、これでね、食べたいと思います。あ、そう、お味噌汁は昨日量が美味しかったって言ったら、山芋のお味噌汁に、あれを入れたのが、ごぼうを入れてちょっとバージョンアップしました。これね、今日はね、おかわりも作ってあるんでね、喜んでもらえると思います。では食べたいと思います。ではいただきます。ちょっと画面くらいね、醤油はないでしょ。醤油が大根おろしにかかってる。大根おろし、アルバイトの調子、大根、ちょっと待って、大根の塩、醤油かけたから、これがちもっていって、大根の塩、片棒を担いでしまっていた。ちょっと片棒を担いで、うん、大根の塩、あ、取ったね。アルバイトを斡旋したのは詐欺グループだった。で、光るすだち欲しいやろ。うん、どうすだちいらん。主婦が転送していた荷物の中身、はい、はい、携帯でな、携帯でももう主婦に契約させる。まず本当の犯人、はい、まあ、そういただきます、ね、はい、仕上がって、はい、ではサンマちゃんを。記事によれば犯行グループはまずネットで何もつけずに有給代行のアルバイトを募集。うん、油乗って美味しい。この前さ、ライブで誰かサンマ言ってたら、お店だからさ、スーパー行ったら生サンマ売ってた。で、買ってきてんけど、昨日ね、うん、違うのしたから、今日はサンマ焼こうと思った。犯人たちはそのデータを使って、携帯電話会社に、勝手に申し込みをする。犯行グループは主婦の免許証データを使って、サンマを自分で取ってる。今までと取らへんかったのに、ちょっと成長したな。子供の成長が嬉しいね、やっぱりね。これを転送するのがアルバイトだと思った主婦はそのまま転送。犯行グループは主婦から転送された携帯を買取業者に売り渡し、利益を得ていた。ダチ、ダチ汁が転送。近年、町には携帯電話を中古で買い取る店が増えており、よし、こっちや。犯行グループはそこにも目をつけたのだ。では、女性に請求書が届いた理由は、主の元に来るのは犯人たちが勝手に申し込んだ請求。思い出してほしい。メーション出たよ。なんでこんな店の、え、あんまり主婦になりすまし、携帯電話購入の契約を結んでいた。そのため請求はすぐに届いたのだ。犯人を持って検査をしている過程で、いろんな方の免許証データですね、大量に出てきたという状況です。主婦というか、名品の数としては500あれはスマホ打ったのか、携帯をスマホ打ったのか、コンパクトという形では約1000万ちょっとぐらい、1億。スマホは自分の元に帰るんで帰ってけん。ちゃうちゃうちゃう、ちゃうって何、犯人そうそう、犯人の方を書いて、それぐらいかまだ売ってもかった。だから中古で出回ってもってるんだよ。いいや、別にええことだよ、何だよ、知らんわ。何かの俺のところに来たから、俺なんだ。通信会社の一つ、携帯数百台が騙し取られたまま料金が支払われている。何ってさ、数百台、どんだけ騙されんの。何、何、あの場所とか特定されたりせへんの。するよ、捕まるよ。捕まってないやん。まあ捕まってないの、知らんけど捕まってんかな。実
は携帯業界では5年前に、いやでもあれで逮捕したって言ってない人も送ってもらうことで本人確認を行っている。今人件費を抑えコストを削減するためだという。そこに犯行グループは目をつけたのね。魚はアホにやとんのにね、無言になってしまうのにね、カメラ目線にすらできへんならへん。事業者交通の悩みだと思って、うん、非常に対策が難しい、うん、大根2が、うん、大根2が、こんなケースもあるんですね、うん、調べてみると同様の詐欺事件が他にも起きていることが不明、うん、さらになんと犯行グループと直接会ったことでかえって騙されるという嘘のような話まであった。こういうのやったらさ、どうしよう、あの募集ってさ、だいたいサイトがもう嘘くさいやん、うん、なんでサイト嘘くさくみたいな、嘘くさく作るの、違う、それしか作られへんの、うん、サイトの作り方一緒やったら作ってる人一緒なの、一緒の人かな、大体一緒、詐欺同士で情報売ってるのか、まああるな、それはリスト屋みたいなのがあるよ、この人騙されやすいよ、リスト採用担当者が政府相談になりをした物腰が穏やかな男、ご飯は、ご飯味噌汁、なんかな魚食っていた、どういうの、そして女性は、あったら安心するの、あったら安心するや、見たことない人、いいよ、あった人の方が騙されですよ、まあ、個人情報ですね、人の名前を使って契約するという形は変わらないんですけども、はい、まあ、より進化して、次々に被害が生まれているというのが、借金者持って金、金持っていくのは友人やね、身受け代行を始めてしばらく経った頃、やはり請求書が届くようになる。金、金が3年前必要になったとか言ってね、ああ俺は自分が行かへんの、これ俺ってやの、中身は携帯電話だけでなく代金の後払いの健康食品やランドバッグなど、請求額は100万円近くに上るという。結構苦い、辛い、大根、大根辛いよ、何辛いとかそったんや、そったそったって被害に気づいた女性は経済的に大根の基本辛いもんね、辛くないと思ってたよ、何難しい、難しいっちゅう、辛いとこと辛ないとこあるやんか、一緒やん、一緒じゃないで、そう先っちょ辛かったっけ、先っちょ辛かった、先っちょ振った、釣りやすいからやろ、そう知ってる、正解、軽々しく免許証を渡したことがここの発端にある、うん、ちょっとないなるとね、こうサンマの内臓が美味しく感じんねんね、現在女性は請求書を送ってきた企業を支払いに関して、おっさんじゃん、 お姉さんもやっぱり、うん、おっさんちゃうやんね、高橋おっさんって今言うたやろ、半分正解です、主婦が普段やっていることを生かしてお金取りができるようになる、大正解ですよ、大正解ちゃうは、誰がおっさんやん、おっさんちゃう、やっさんやん、あらんな、やっさんもおっさん言えよ、自分のネタにしやな、自分のネタやん、もう自分のものにした、したあかん、パクリ、浅川系にあるやん、承認もらわない、中国人やん、パクリ、誰が情報しやん、ご飯全く食ってない、食べよ、魚食ってたらさ、確かに魚食べたらご飯一つもないんだけど、バランスよく食べんねん、ご飯魚、ご飯魚って機械のように無理、あれなんかこれ食べたやん、もやしやで、美味しいじゃん、多分これ量好きやと思う、魚は頭良くなる、頭良くなるやん、キャンバー美味しいな、今の時期な、俺に言ってんの、うん、普通出た、あっちの去年なんかね、雨降るって言って豪雨なんとか、あの忘れた、豪雨なんとかみたいな警報じゃないけど出てて、
で、宇陀市に 雨雲が近づいてます、数分後に降りますって書いて、結局外れが4、5回続いた。もうむせてむせてさ、めちゃくちゃ暑かった。で、午前中30度超えてん。午前中ちゃうわ。あ、午後から30度超えてん。もう耐えられへんくなって、エアコン入れてん。今ね、29度の湿度 75%。不快よ。うん。たまらん。頭あるからもうなんかベタベタなんで、なんだ、ね、今日もこの後お風呂入ってね、まだまだでもね、動画編集はね、昨日と4、5日ぐらい前からね、いっぱい動画が溜まってね、あのいつかあげようと思って撮ったやつね、それも編集して順番にしてね、どこまでしたんか飛び飛びにやってるからさ、どの動画がしたんかしていいのかな、それは大変やったけど、明日金曜日やしね、明日金曜日やし、ライブもやけども、8日やからね、休日明日でお坊さん来るからね、うん、部屋もちょっと片付けて準備しちゃう感じね。世帯主の平均月額賃金はこの20年でなんと7万円。なんだかんだと忙しい。今回の事件、お仕事を探したいっていう主婦の本音を表してるっていうことが言えるとは思うんですが、だからこそ観光ブロックにとってはそれが心のターゲットになってしまってるっていうことにつながってるんです。タコ。突然ですが、小太郎の朝食大変ですよ。美味しいこのタコ。テレビの前の皆さん、お待たせしました。安全に儲ける技。何で今ない主婦ならではの強みを生かしたアルバイトを見つけました。コンビニで、コンビニ掃除しますとかじゃなくて、出迎えてくれたのは50代の主婦。家事の合間を縫ってアルバイトをしているという。料理か、下ごしらえか。台所から動こうとします。あ、じゃ FX じゃん。安全に言うた。安全じゃや。これが仕事じゃん。それが仕事なんですか。ここは、お願いします。つまり、お宅で、私はお伺いして、ほら、料理作ってくるの。あ、そうなん。なんと、一日何円尽きない。知らん、なんかあるんちゃう。この家に暮らす、共働き夫婦の依頼で、月に2回、料理を作り置きするのだとか。どうアルバイトあるの。女性は3人の子供を育ててきたベテラン主婦。料理を作るのが何よりも好き。めっちゃ美味しいよ、このおばちゃんの料理って。そうな、うん、こういう人ってなんかすごい美味しいの作りそうや。マグ、ちっちゃいハンバーグ。見た目は私も一緒です。ミニタルで美味しいっていうのを大体作っていると思います。同じ音痴だと美味しいとかわからん。アルバイトの時給は2100円。高い。高いな。結構高い。登録しているサービスでは400名を超える主婦が家事を代行しています。少ないな。まさか主婦業で培った技がビジネスになるとは。おもろいな、それは。中には月30万円稼ぐ主婦もいるそうです。30、評価な。変なレンジして、まずいわ。変なレンジしてさ、まずい。ネタ美味しいって。そこへ仕事を終えた依頼者が帰って。まずくないって。君がまずいとか言うからさ、変なイメージがついてる。今日の飯は決まっちゃった。今日の飯まいちゃった。サンマ焼いただけやんけ。え？サンマ焼いただけやん。そう。これ？これ前そうやろ？変な味する。なんで？変なレンジしたから。してないソースやな。このソースまずい。ソースとオイスターソースと。たこ焼きソースや。まずい。あ、みんなアレンジしてるやん。じゃあウスターソースなかったやん。無理や。あの交換聞いたことあるか。ペッポーってやつ。うん、カフェリーのどっか聞いたことある。コメントをさせてもらってますね。コメントの受け先は主に30代、40代の女性たち。食事のたびに写真を送ってもらい、痩せるためのアドバイスをしています。痩せるアドバイスしたもんかな。もともと管理栄養士だったというこの女性、かつての経験を今も生かしているんです。しかし、うわ、大変な。働けるのは1時間が精一杯。その訳は
2歳の娘のお姫目の間だけ働いているようです。絶対そう。今日の作業はこれにておしまい。幼い娘と過ごしながら月に3万円ほど稼ぎ生活費を稼いでいます。小学生になったら学校行ってる間稼げる。意外に待ち時間の多い。どらへんの一人一人二人誰が。そう、さっきはさっきのさっきの二人あらね。ご飯全然食ってない。一口しか食ってない。なんかいる？そんな都合のようなね。 TKG 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 シチゲ、シチゲアホ言うなよ。腹立つわ。アホかね、シチゲ直して片付けてやん。いる。置いてない？置いてある。主婦業で得たノウハウを生かした主婦が主催するツアーがあります。例えばスペイン人の女性なんですけども、おばあちゃん秘伝のパエリアのレシピを自宅のお庭でご紹介するというものがあって、参加費は1人6000円程度のお手頃価格です。そしてこのツアーはですね、実は日本の主婦もやってるんですね。例えばデパ地下巡りなどは外国人の人気らしいんですね。自分の趣味でまあこうやってビジネスができる日本の世界ではそれが買い物メイクでツアーだったりとか見せてみなとったよいしょ、はいよ。あちゃんもね、子供の頃はそれと寿司事件な、間違いないな。ライトですね、うん、見たのこれ、魚まだ結構あった。去年の11月の日から全国の主婦に簡単にお金儲けができますよ。わかりますけれども、まあ、臭いな。3人の男が社会送検されました。何そこ、辛い。大阪会は大金が手に入りますよと。何それ、羊羹する。この話を調べていくと、最初にご紹介したこの この本の話と密接に関わってくるという話があります。さあね、気づき、あります、所さん。それは大変ですよ。そうなの、ね、それでも大変だ、そんな。主が落とし穴とは一体。それに。おかれ？何でおかしいんだよ。いいお店じゃん、おかれする？ええな。ダメだ。おかれするかどうかね、光が持ってほしいらしい。そこまで使えないんだ。もう一回作るって言ってんやったっけ。もう一回作るって言ってんやったっけ。これだ、おかわりするだが、あかん。これあげるわ。はい。一体そんなものでどうやってお金を儲けられるというのか。もうおい、ネット上の価格だから。あ、まあ俺の夢にかぼすついない、ね、シルはついてるから。ついたっすよ。本の背表紙についたバーコードを読み込む。その本のインターネット上の価格や人気ランキングが。セドリのやつか。ネイバーセドリ。何これ。例えばあ、これ、うん、これをインターネットでどれぐらい値段で売ってるよって言うんで、全部1円で売ってるわ。そうそう、1円とかでな、セドリやろ。なんで危ないわけ。何で古書店で片っ端に調べれば月5万円儲けることも夢ではない。月5万円で安いな。うん、なあれよ。インターネットに出品して、うん、その最近コス改定でいわゆるビジネス用語でですね、うん、安く購入して高く売るっていうですね、うん、いわば転売する。じゃあ、いや、開放速度全部売ってない。セドリって言い方するんですね。セドリやろ。あかんの俺。ん、あかんことはないけど、そんなの売れたら買うやん。別に全部売ったら、あれ、何でも買いますって書いてあるやん。何でもって言ってるやん。書いてそう。何が高っ。何が30万円って、あんな日が安いで。何で30万高っか、うん、スマホでもできるやん。できるできる。アホやな。これ静かやろうと思ったの。向かい放送庫行ってさ、全部バーコード取って行ってこれ売るって。いいな、それ手間かかるもん。なんで手間かかったらあかんの。手間かけてるの。手間かけてさ、
数万円しか稼がれへんのかな。他のことした方がマシやんか。で、あれもあれで、仕入れいいねんで、ただちゃうで。開封所で500円の本が1000円で売ったら500円買うんだろ。1円で売ってもらえる送料かかるから。こういう写真集とかその当時売れなくて、これが売れなかったので9万円いっぱい撮ったんやっぱすごくスピード売られてたんで、まあ、仕入れてたって先の映像みたいにピッピッてした人がよかったんや。9万円だよ。しかし近年は古書業界でもネットの価格を基準に販売している店が多く、店頭価格とネット上の価格がほとんど変わらないという、うん、なかなか難しくなります。なるほど、すごく価格が低いんですよ。一番開けようと思ったね。実際当時の報道によると問題の機械を買った主婦のほとんどが利益を得ることができなかった。で、あもうな、うん、こういうことってな、うん、動画中に言ってもまあいいか、あのみんながやる前やな、うん、みんなも気をつけてください、うん、怪しげなビジネスに手を出すときはね、最初にやったもん勝ちやからね、だんだん後から後発でやると利益取れへんから。YouTube 言ってみやろよ、みんな気をつけて詐欺に遭わないでねって言ったのと一緒やから。 YouTube もそれで先にやったもうで、やっぱり最初にやってる人の方がやっぱり知名度高いやん。あと後発はやっぱりつらい。そうなんやろ。もうでもあるよ。いやだから今頃や、今頃、うん、もう何十年も経ってみる。 YouTube 何十年経ってんやろ。経ってる10年ぐらいじゃん。え10年ぐらいじゃん。まだ10年やって、うん、10年もうちょっとかね。すっかりなんかちょっと背取りっていうのが悪者みたいになってるんですけども、中にはですね、もちろん成功している方もいるんですよ。ほら成功してしまう。こちらの男性2年前まではサラリーマンをしてたんですが、現在背取りだけで生計を立ててるんですね。全部取ってる。男性が仕入れるのは主に家電や生活雑貨でリサイクルショップで生活するのではなくて、ネットで売られている価格より安いものを購入します。こんな安いもん買ってこれをインターネットで売るの、うん、いっぱい売ったやろ、売れたラッキーやねん。そうそうそう。ところがこれをネットで売ったらば、いやぼったくってってことやろ、うん、はい。この他にも水筒やサプリメントなど2万3千円のお買い物をします。でこれらを男性はネット上で14万3千円で売るつもりだそう。これ言っていいの、うん、おかしい、いいのテレビで、うん、したら報道収入減っちゃうんじゃん。まあ、みんなやり始めんで今頃から。ずっと考えてたんですけど、私6年ぐらい前から毎年梅干しつけてるんですよ。梅干し、はい、これなんか前々梅干し、梅干しで儲けようとしたら相当大量な梅干し作んないと無理だ。1、2分ちょっとしこないんだ梅干し。梅干し、もっといいいいやんですね。NHK って言ったかやん。いいやん。チャンネル近くてもすごい行ったやん。NHK で売った、買ったもん。それは消費者の思い込みで、さらに、古い卵の方が美味しいって知っていました。卵振る方が美味しいね。1ヶ月ぐらい寝かすのがいい。だから賞味期限よ入れたぐらいの卵の方が寝かした方がいい。臭かったらどうするの。いや臭かったら管理の仕方オンだよね、うん、常温で1ヶ月やったかな。その後そうそう前、まあ、やってたサンドイッチする人な1ヶ月60日やったかな寝かすね。毎日大量に卵を買うてな、緊張期にな場所変えてな、緊張期でもないけどちしかしてないな。サンドイッチ専門店、卵サンド、サンドイッチは卵サンド専門店、前でやっとった、人間国宝さんで、どっかね重大かつ差し迫った脅威となっている北朝鮮についてプーチン大統領と深く意見交換を行いました。そして北朝鮮が強行した核実験、ビーマイベル好きな名前って言うとるやん。ビーマイベル
グローバルな不拡散体制に対する重大な挑戦であるとの認識で完全に、だいぶ古いみたいね、あれだいぶ古いみたい、うん、今頃流行ってん妊娠病の山牛を見ると調査官は、今日発売の週刊誌で既婚者である弁護士の方と交際しているので、コラボしてるの来てない、大島幹事長に公式コラボ勝手にやるか、勝手に作ってん、赤い日本やんちゃうし、日本やんか、それ日本じゃない、大島幹事長に提出をさせていただきました、大変なお迷惑をキャベツってやつ、キャベツってやつだな、本当に2枚目で取り出して、意味が分からへんから平均党の山内しおり元政務調査会長は DB マイベイベイ発売の週刊誌で既婚者である弁護士の男性と交際しているなどと報じられたことを受けて、大島幹事長に離党届を提出しました。繰り返しお伝えします、平均党の山内しおり元政務調査会長は大島幹事長に離党届を提出しました、うん、サビカ歌ってよ、ん なんでご飯食べてんの、ご飯とかに歌ったのかねんねん、うわ歌えへんから逃げてんやん腹立つ、ね、気持ち悪い、気持ち悪いな、こんばんは、皆さんあとしゃくれ、めっちゃ可愛いとこ、めっちゃしゃくれてる、可愛いとこ、大阪新田市の国立民間研究センターが、かわいい医師などの時間外労働を吉祥の場合6時間まで可能にする労使協定を結んでいたことがあった、センター側は見直す方向で検討したいと、アゴやん、アゴちゃうわよ、アゴですって言ってやっしゃ、ロングアゴ、ロングアゴじゃん、これアンチだ、言うな、アンチはちゃうやろ、さっきはくしゃもアンチだな、アンチはもうロングアゴがいい、知らん、言ってたよこの前なんかライブの時に言っててそんてアゴ長いって言ってただけやろ、うん、アゴ長いって言ってた、長いんやったらもう3倍にしたいね、アゴ、アゴ手術して3倍にしたいね、どうかどうか、なんか入れんの、なんか入れる、チリコ入れんの、じゃあハンバーグ、ハンバーグって何よ、潰れたハンバーグ入れね、腹減ったためのうちが何のネタやねん、何だこれ、何が入ってる、潰れたハンバーグかーって、ダウンタウン最後に夜せやって夜中せや、あの年越し、あ、ガキとやるのか、去年去年じゃないよ、もっと前、うん、あもうほら覚えてんの、センターがよう覚えてんな、チョコクロワッサンしか覚えてん、チョコクロワッサンの時やったからね、ほんま、いや今日これやろ、ロワッサン2年前ぐらい、どうでもいいや、覚えてたんだよ、うんね、もう子供からディスられてるあっちゃでございます、はい、ということでね、まあ、楽しい晩ご飯をこうやってアホみたいなことを話しながらね食べる晩ご飯は楽しいでございますということでね、うん、なんだ、今日はサンマと、もやしの野菜の炒め物、とんぺ焼きのようなものとたくあんと、お味噌汁が大好評とシーチキン、うん、なんかサンマ食べて魚が食べたらんだんかみたいならしくてシーチキンを食べております、シーチキン一番うまいシーチキンあれやね、タッカー料理食べた後にやっぱコーラがうまい言うやつみたいなこと言うなよ、ね、はい、ということでね、まあ、あのぐだ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 と言っとるね、中村、中村家、あっちゃん家、晩ご飯終わり、この辺で終わりにしたいと思います。で、この後次ね、デザート何を食べようかな、何かあったかな、何かあったかな、あります、はい、ということで今日はデザート食べてゆっくりして、明日の動画ちょっともうちょっとだけ作って、今日も早く寝たいなと思って、ちょっとね、うん、夕方眠くなってね、夕方っていうかね、ご飯作るちょっと前、6時ぐらいかな、ちょっと眠くなってね、横になってね、1時間ぐらい寝ちゃいましたはい、ということで1時間近く寝ちゃいました、うん、ということでね、ちょっとすっきり元気で目覚めたあっちゃんでございます、この後またね、いろいろやって楽しみたいと思います、ではまたね、バイバイ。